はい、公認会計士でいるの山田信也です。令和5年3月申請確定申告。今年もコロナ延長決定。去年とは異なる手続きと要注意点です。お送りする内容は、2023年3月16日以降の申告期限延長について、具体的な書き方、やり方、注意点、消費税、法人税などは、 といったたお話をさせていいだきますというわけで、この2023年3月に申請する令和4年分の確定申告なんですけども、具体的な書き方などについては、前回の動画をよかったらご参照ください。で、今年もですね、コロナの影響があった場合ですね、期限が延長できるわけなんですが、 コメントはですね内容は結構異なりますので是非ご注意くださいそれでは令和4年分確定申告の延長なんですが所得税が戻ってくるという還付申告の方はですね令和5年1月4日から既にスタートしておりますそして通常の確定申告の場合は令和5年2月16日から3月15日が期限でございます で、税金の納付についても、令和5年3月14日まで。で、銀行口座から引き落としができる、振替納税を申し込んでいる方は、今年は令和5年4月24日に引き落とされます。で、この申告期限や納付期限が延長するよという話なんですが、コロナの影響で期限までに申告等ができなかった場合の個別延長という制度になります。 つまりコロナの影響っていうのがまず大前提になります。で、その場合は3月16日以降の申告とか納税でも大丈夫ですよという制度です。で、去年はですね、簡易な方法といって確定申告書とかをですね、上に1行ですね、申告期限の延長っていうのを書けば OK っていうのが1ヶ月間あるとかね、そういう制度だったんですが、今年に関してはですね、もう3月15日までは期限。で、それを超えたら簡易な方法で OK っていうのはないです。 コロナの影響が終了してから2ヶ月間以内にですね、災害による申告納付等の期限延長申請書という書類を提出する必要があります。これはね、過去からある制度なんですが、その災害っていうね、中にコロナも入ったよということです。 具体的なね、記載例は、国税庁が発表したやつはこういうやつなんですけども、ポイントはですね、この被災状況というのを書かなきゃいけない。このケースで言うと、令和5年3月14日に新型コロナウイルス感染症に感染し、療養していたため、令和5年3月15日の期限までに申告納付を行うことができなかったという理由でですね、確定申告の期限を遅らせることができるということです。ちなみにですね、こちら、弊社が過去に出した延長申請書なんですけども、 この時はですね、職員、各個及び近親者に新型コロナウイルスの陽性者が発生したため、テレワークしていたことにより、連絡が取りづらい状況となり、申請書の提出が遅延したってことでね、アオール申告承認申請書の遅れた理由を書いたという感じですね。で、このようにですね、この個別延長に関しては、必ず理由を書くことが必要です。 そこで注意点なんですが、まずどういう理由があるかというと、納税者自身であったりとか、その担当の税理士、あと会社だったら役員とか、経理担当者ですね。その自身が感染してしまったよ。という場合はもちろん理由になりますし、こういった方々が感染の疑いであったり、濃厚接触者であったり、またね、持病があるといった関係で、重症化の恐れがあるから、外出自粛要請が出ましたよ。 という場合。あと、部署そのものが閉鎖されてしまったよとか、在宅勤務の整備がされてないから、在宅だと確定申告なんてできないよという場合。あと、海外にたまたま行ったら、コロナの関係で入出国の制限をされてしまったと。だから日本に帰ってこれないから申告ができない。こういった場合が、 今回の個別延長の対象になります。これあくまでもね、記載例なんで、もっとね、他にもあるとは思います。で、これらに関してですね、特に証拠を添付する必要はありません。要請になった証明書とかそういうのは特に求められていません。 ただですね、税務署からお尋ねが来ることはあるそうです。つまり、実際どういう状況なんですかとか、あまりにも遅くないですかとか、そういうことだと思われます。ちなみに、弊社でこれまでね、延長申請いくつか出してますが、一回も税務署からお尋ねは来たことはないです。だから、よっぽど怪しくない限りは大丈夫なのかなとは思ってます。で、引き続き注意点なんですけども、大体の場合ですね、延長申請書の提出日と、確定申告の申告日を同時、つまり一緒に出すケースがほとんどだと思われます。ちょっとね、 この日がずれると、それはそれでややこしいんでね。で、確定申告の日が、結局納税日になってしまいますから、確定申告を提出する際は、納税もセットというふうに覚えておいてください。 カ付の方は関係ないですからね。カ付申告の場合は、65万円の R 申告特別控除を使わなきゃいけないといった理由がない限りは、申告期限から5年間いつでも申告することが可能です。で、振り替納税をね、選択されてる方、この方の場合は後日ですね、税務署から一律に引き渡しありますよっていう連絡があります。あとね、延長申請書と確定申告書と振り替納税をこれからやりますよっていう申請を同時にやることも可能です。で、この延長申請書なんですけど、 税務署で用紙をもらったりとか、このページのね、概要欄にもリンクを貼っておきますが、国税庁のホームページから用紙をダウンロードして郵送することも可能ですし、e t a c ソフトを使うことも可能です。ただこの e t a c ソフトというのは、パソコンにね、インストールして、で、マイナンバーカードを使って出すという e t a c ソフトなんで、よくですね、確定申告である 確定申告書等作成コーナーではですね、この延長申請書を対応しておりません。この点はご留意ください。で、今回はですね、所得税を中心にお話ししてまいりましたが、所得税に限らずですね、消費税とか法人税とか相続税、あとね、いくつかの税金も対象になってます。で、過去のね、確定申告をやり直す公正の請求も対象ですし、青色申告の承認申請書、個人事業の開業届とか廃業届、消費税や法人税の中間申告といったものもですね、もしね、期限になる前にコロナに かかっていた場合はですね延長申請を出せばその期限を伸ばすことができますですのでね誰でも対象ってわけではもちろんないんですがもしね確定申告期限ギリギリでですねコロナにかかって 症状が重かったらどうしよう税務署に行けなくなったらどうしようと思って方にとってはですね、まあ、一安心する情報かなとは思います。万が一の場合ですね、あ、こういう方法があるんだなというのをね、頭に入れとけば、いたという時にですね、慌てなくて済むかなとは思っております。というわけで、こちら2023年1月7日時点の情報でございました。 詳しくはですね、国税庁のホームページ、ちゃんとね、概要欄にもリンクを貼っておきます。そして私の YouTube や Twitter 等でもですね、新しい情報が出ましたら随時お届けしますので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そしてこの1月から、オタク会計士チャンネルのラジオ版、ラジオ確定申告という番組も立ち上げますので、よかったらご注目ください。というわけでこのチャンネルでは、税金ビジネス、投資、経済のお得な情報や、延長申請のような、 国のですね、ちょっと難しい制度についてできる限り分かりやすく解説しようとしているチャンネルでございます。よかったら今後ともご引きに。それではまたお会いしましょうバイバーイ